してもうこんがらがっちゃうだけど結局結ばれてんだ僕らブラザー、なんとかなんとかした方がいい、そうさ毎日僕らは終わってきた。中だるみすぎだろ。今度の俺はちょっと強えぞ。ギア 0.01、 どうもゴムゴムの実モデル相模オリジナル、お肉料理。あ、そういうのにすればよかった。そういうのにすればよかった。そうしよう。なんだそれ。今後そうする。脳死でやりすぎて。あ、じゃあ次からこういう風にしてください。うん、次から相模オリジナル。ちょ気がついて。優しい。いらないな。真に優しい人間。今日ずっと言ってますけどね。さあ、はい、ということで、はい、あ、第2回終わった人選手権。ご存知ですか？まあまあまあ噂には聞いてます。私のチャンネルではですね、うん、視聴者の中から、うん、時期終わった人を選出する。後継者を探して。あ、そうなんですよ。そういう企画でありましてですね。絶対繋いでいくなよ、バトン。お前で終わらせろ、1台で。いや、8年で死ぬからさ、俺。進撃の巨人みたいな。継承するんだ。そうそうそう。おしまいの巨人を継承してもらう。終わりの巨人。そうそうそう。何ができるの、その巨人に。え、だから、結局結ばれてるんだ。そういうね、企画があるんですよ。はいはい。黒歴史をみんなの聞いて、うん、俺らが採点していくっていうね、結果があるんですよ。はい、なんかちょくちょく見たこと、本当に黒よりも黒い。そうですよ。もうあれだよな、本当にあの、何ベルセルクの食みたいな。食みたいな。あの、亡者みたいな奴らが、こうやって送ってきてるんですよ。あいつらが、あの手だけのやつらみたいな。あれが、ゴッドハンドを呼び出すのね。俺がインサイピってやったら、あいつらがこう、こうやってやって、ここに今詰まってます。スタッフが持ってる携帯に詰まってます。あるんだね。で、今回から前回やろうって言ってできなかったんですけど、ボタン、こちら。こちらね、あの、トリビアの泉のへいへいボタンみたいな感じで、こう連打してもらって。あ、連打式なんだ。え、これ、どういう時に押せばいいんだっけ、これ。でも、終わった人だなって思ったら、押すのね。ああ、オッケーオッケー。これ、だから、2人の合計が一個一個出てくんで、今日の王者を決めるということですね。どう？その、不明よ、極まるけどね、その、これで優勝した人って。でも、こいつらはあれが欲しくて。そうか。ゴッドハンドになりたくて。そう、もうあいつらは、俺を継承するしかない。これマジで、それわかんないけど、その、多分ね、醤油ペロペロとかと一緒だ。有名になり方。なんてこと言うんだ。有名。これで優勝したら実質その人と一緒か。もうちょっと早く俺が YouTube 始めたら、あの醤油ペロペロ救えたかもしれない。あの子は俺が救えてた人間なんだ。終わった人。終わった人ラインスタンプ好評発売中。いいよ。はい。はい、じゃあ一つ目。はい。部活の友達に手こきされてベンチで生かされました。なるほどね。まあまあ、え、部活の友達です。多分男同士。早いよ。同棲だ。多分野球部サッカー部が練習でこう休憩しててベンチで、で、ウェーって遊びでやったり行っちゃったっていう。だんだんその気になっちゃってる。そういうノリあったけど、俺も学生時代。いや、それ合宿の夜とかじゃん。平日の昼にそんななる？行っちゃった人はね。しかもベンチで。ベンチで。そう。え、だから、休憩中は、ベンチでってことは多分試合中とか。え？練習中はベンチ座ってんの。確かに。あんまりないから。だから仲間たちが試合に出て、多分野球だったらピッチャーが投げてキャッチャーが取ってとかしてる中で、あの試合にも出てないんだから仕事を取られて行っちゃったら抜くなよ。試合も出てないです。全部抜いてんじゃん、そのさ、わ、お前はずクズだ。クズだ。押すんだよ。押すんだよ。そういう気持ちを言わずに押すようになってんの。普
つぐらい。俺は多分4回ぐらい押したかな。4回ぐらい。俺何回ぐらい、5回ぐらい押したんじゃないかな。いや、もっと押してたと思う。 6? じゃあ10終わった人ですね。はい、うん、トップバッターの人はなかなか高得点、ね、ちゃんとスポーツに向き合え。さあ次いきますか。はい、付き合いたての彼女と、あら、中興奮して首絞めしたら、うん、喘息持ちでガチ切れされました。あー、なるほどね。だから首絞めがいいっていう、うん、その浅はかな知識でエッチ中に首絞めたらいろいろ怒られたってことですね。喘息だし、苦しいだけだし、一人よがりの首絞めだった。あー、そうです、うん、もう AV の見よう見まねをした結果、はいはいはい、そうなっちゃったっていう、ちょっとかわいそうだから僕はすぐ情けの一発だと思うやん。いや、まあまあまあ、でもまあこれは俺は一回かな。あー、うん、じゃあ一応終わった人。あ、でもまあその気持ちを学びなさいっていう意味で確かに2回ぐらいか。6終わった人ですね。うん、だから暫定2です。2、はい、その M1 みたいな。じゃあ先に先に先に、え、何くじ何くじおわくじおわくじ、もう潰れてる神社で潰れてる神社でこうやってきた。こいつら敗退コメントうるさそう。絶対うるさいんだよな。彼女に馬乗りになってバッツリしてたら、彼女のお父さん入ってきて3人硬直無言の夕食。うわ、うわ、え、夕食夕食ご飯まで。うわ、これちょっとこれ、いや、これお前さ、お前はそのもう帰れよ、飯食うなよ。飯食う気概はあんの。恋がバレてしまってうわって気まずいのはあるとして、その後ちゃんと3人でご飯を食べて、うん、怖っ。なんか断れなかったのかな。断れるだろ、これは。親父が怖い。そう、いや、そうね、気ぃ使って、まあご飯でも食べていったらどうだみたいな。飯出すなよ。何作ったかにもよりますけど、そのパッツリ脳幹にできる飯。一発で一撃でパッツリ脳幹にする飯だったとしたら、何それ、エアだけ。トリコロめっちゃ空気出るやつ。やすごいな、硬直したんだ。だってこうならまだ、うん、まだ分かるとかないけど、別にまだ分かるとかないけど、自分の娘にこう男が覆いかぶさって父でこうやってリクとお父さん見ちゃったら、確かにな。そのまあ馬乗りのパッツリなんてさ、うん、そう、もう、うん、なんかパッツリのもう闇魔術みたいな感じ。全パイズリやって邪道じゃん、うん、女性の意志で動かすもんじゃん、あれ、うん、それをそのあれって女性に預けるじゃん、あれは。それは受動的な感じですもんね、パイズリは。それを逆でやるっていうのはこう闇魔術の能動的パッと能動的パイズリ。椎名、椎名林檎の歌みたいな。能動的パイズリ。ひどいな、ずっとリサードスティックだった。やめたけど、これリサードスティックでもあったってことですか。エロやん、知らないですよ。 でもあったことですかじゃない。責任なすりつけんのと言ってるんじゃないですっていう風につけんの言ってない。言ってないですか。そんな風に、まあ俺4回押したかな。俺結構して7ぐらいいったかも。じゃあ11、うん、暫定1位でーす。まだそれお前上と綾も絡めちゃいけないんだってこれ。そうなんですか。上と綾やめろ、ゲスト誰来んだよこれ。稲垣選手だと。稲垣選手。そう、オリンピック選手が来るやつじゃないか。笑わない人、ウルフアロンさん。ウルフアロンさんね、うん、ウルフ選手呼んでる。次回呼びます。ウルフアロンさんのあの黒歴史聞きたい。帯がしこっちゃったとか。想像がいい。帯巻いてる。ちょっとみんな同じ土俵にすんのやめてください。ウ別にあんた食の人じゃないから。次いきますか。はい、インスタのストーリーで肛門広げてたら、うん、好きな子だけにブロックされました。ねもう一回言いますね、うん、インスタのストーリーで肛門広げてたら、ああ好きな子だけにブロックされました。ちょ、2回聞いてもわからん。意味がわからん。まあ、肛門を多分、ね、広げた状態で撮ってたんでしょうね、うん、そしたら好きな子だけがブロックをしてきたっていう。好きな子だけなんだ。いや、でもその至極真っ当です、それ。お前はそんな真っ当な子を好きになっちゃいけないんだよ。ストーリーで肛門だって、指刺しちゃった、これダメです。いや、もっと悪いことあった。もっと悪いことあったよ、全然。終わったと思ったよ、ちょっと浅はか。だ、醤油ペロペロになっちゃう。そう、面白くしてあげるべきじゃないっていうことですね。そう、確かに。じゃあ僕もここで止めておきましょう。これは2位終わった人です。2位終わった人だ。なんでそう、肛門でストーリーを
なんお前の、お前の子供に何の物語だなあ、何が一応ちゃんと気ぃ使って24時間で消えるように配慮して配慮とは言わない親しい友達とかにちゃんと選んだんすよこいつならこいつなら緑のアナルとかが出てんだろうな緑の項目親しい友達にはこうやって緑の窓口みたいに言うなよいきますよ次、はい、はい、元カノのお母さんとやってうわっ拉致して今もセフレ継続してますうわうわー 18! これはやばい、ね、やばいっすね、継続してるのが一番良くない、継続中がなんか、うん、話しちゃったわ、うん、だってその結構いっぱいいたから過去いたから、うん、もう今更なんですよ、まあ、確かにだって元カノより付き合い長いお母さんの方がそうですね、エロいですね、でもそれ非常にねエロくはありますね、まあ、残念ながらまあ、いやシチュエーションではあるじゃん、その AV のなんかそうそうそう、実在するとはちょっとこうにわかに信じがたい、これあれがだから俺らが見てきたやつがその子のノンフィクションだったから俺らが見たらその子たちのその子のやつだったじゃないですか、ミラルーツみたいなことミラバルカン、ミラバルカン、ミラバルカンとミラルーツそういうこと難しいまあちょっと高かったですよ、18です、18 1位ですね、ぶっちぎりですね、ぶっちぎり、あと何個ですか、あと1個です、あラスト、はい、金玉の毛を除毛しようと思い除毛クリームを塗ったら玉が火傷状態になり病院で M 字開脚したかわいいこれかわいいポケモンバトルか玉が火傷状態に玉は火傷負ったじゃないちょっとずつ、まあ、かわいいやつが最後でよかったですね、かわいい一番かわいいこいつこの子かわいいねこいつはだって誰にも迷惑かけないそんなやつだったかわいいので、いくつですか、4ぐらいでした、4ぐらい、2人で4、5、うん、まあ、4、俺2回、あ、俺2回、4ですね、4終わった人です、終わった人、さあということで、はい、第2回終わった人選手権、はい、優勝者は18終わった人だよね、18終わった人、はい、どちら様ですか、元カノのお母さんとやって話しして今もセフレ継続してます、わら追撃21終わった人です、21終わった人、文句なしですね、これはこれはえぐいですね、さすがに、うん、金の終わった人の銅像をどうぞスーパーひとしくみたいな、え、じゃあここパカッと世界初メロンパンが入る、メロンパンが入ってるやつトリビアの、トリビアのね差し上げます、差し上げるんだ、じゃあと普通に俺の拳も、じゃあシンプルのね、はい、じゃあということで、はい、なんか告知あります、チャンネル登録以外、チャンネル登録ね、もう俺今2ヶ月何もやってないからじゃあなんか逆にチャンネル登録しないでください、そんなチャンネル、そんなことないよ、あんだー君は終わった人、僕の親愛